めちゃくちゃおしゃれですよね。これが海鮮ほうとう、すごいうまそうです。でこれが野菜ほうとう。疲れてるからなんか染み当たるいいお味です。本当に美味しいです、美味しいです。完食しました。めちゃくちゃうまかったです。やっぱ体に染み当たるね。でですね、実際にあのほうとう研究所のほうとうを食べまして、すごい良かったです。で実際このまま鳴沢氷穴の方に、そこも駐車場空いてるというふうに電話で聞けてるので向かってみたいと思います。ではですね、鳴沢氷穴着きましたので中の方入っていきたいと思います。お、さて初の氷穴風穴、両方あるとセット割で600円、氷穴のみだったら350円で入れるみたいなんで、ちょっとこのも氷穴の方を楽しみに行ってみたいと思います。まあ、実際どうなのかね、すごいワクワクしてるんですよね。なんかポケモンのサファリパーク感がちょっとあるんですけど、まあ中の方行ってみたいと思います。あ、これか階段。おお、風邪ひかないように気をつけましょう。あ、すごいすごい、ちゃんと洞窟。よし、あ、ちょっと中見ていきましょう。今ですね、氷穴楽しんだ後風穴の方に遊びに来たんですけれども、これ風穴ですね。ただちょっと急にね、天気が雨すごい土砂降りになったので、まあ感想とか実際の風穴の様子とかは車内の方の動画でいろいろお伝えできればなっていうふうに思いますので、とりあえず雨の風穴楽しんでいきたいと思います。ではね、風穴の方入っていきたいと思います。結構段差急なんでね、足元気をつけながら行きたいとは思います。あ、すげえ、こんな感じなんだ。こんな感じです。おお、結構すごい。よいしょ、こんな感じで本当洞窟に潜っていく感じですね。ちょっと暗くなるんで一回ここで。本当だ、これやばいね。つらら、あの氷結になそうなやつここにあったんだね。ではですね、今鳴沢氷結と富岳風穴の方ですね、見ていきました。氷結と風穴歩いて、まあ、大体15分ぐらいで聞いてたんですけど、途中雨降ってきたんで車で移動して、両方とも大型車止めれたので、まあ大型っていうか牽引なんですけど、大型車が止めるレーンがあったんですよ、バスレーンみたいな感じで。で両方とも事前に電話したら、氷結の方は入り口の目の前にあって、風穴の方も入り口の横断歩道挟んで目の前にあるような感じなんで、トレーラーのオーナーさんとかはまあ試しに行ってみるのはいいんじゃないかなというふうに思いますね。今回来た鳴沢氷穴と富岳風穴、すごい良かったです。やっぱりジオパークなんですよね。天然の元々あった自然にできたものになるので、やっぱり神秘的な力もありますし、なんといっても綺麗なんですよ。で先人の知恵をうまく表示するような感じで展示もされてたので、まあ、そういったのを見てもまあすごいなって。特に氷結の氷がすごい、この時期でも、この時期っておそらく夏終わって今秋で、こっからまた氷を蓄える時期なんで、氷が一番ない時期なのに、それでも結構残ってましたし、個人的には風穴の最後に柱って言えばいいのかな、氷柱があってすごいそれ綺麗だったので、ぜひね一度、結構キャンパーさんとか僕もそうだったんですけど、あ、なんか風穴あるなと思っても通り過ぎる方多いと思うんで、風穴氷結片方350円両方でも600円でいけるんで、ぜひこの機会にね、この動画見られた方行ってみては絶対後悔しないんじゃないかなというふうに思います。あと、あそこに売ってるソフトクリーム甘くてめっちゃうまかったです。おすすめです。でですね、ただいまここ道の駅富士吉田着きましたね。でここゆるキャンにもですね、すっごい気になってたんですよ。水を汲めるっぽいんですよね。なるほど、水汲みに水汲み場があって、水汲みができて、水汲みのルールがあるみたいなんで、そのルールがこちらですね。1回の水汲みにつき10個まで、2から4リットル10個って40リットル、 20×3、60リットル、すごいな。
洗濯とかは禁止ですよっていうことみたいなんですけど、まあ、そもそもね、僕今回ジャグ買おうと思ってジャグ間に合ってないので、この昨日使ってたペットボトルの水ですね、こちらに汲んでいきたいと思います。こっから出るのかな、よいしょ。あ、蛇口の水道みたいな感じ。へえ。汲みました。これ何の水なんですか？富士山の湧き水なのかな。多分この感じ富士山の湧き水かなんかだと思うんで、よし、水たんまりゲットできました。まあちょっとこのままね、汲んだ水でコーヒー飲んでいきたいと思います。でですね、今道の駅富士吉田で水汲んできたんですよ。すごい量汲め出したので、ちょっと一回試しにね、これ飲んだらどんな感じなのか。あ、美味しい美味しい。最初湧き水のイメージだったんで、ジャージャー出てるのかなと思ったら水道でひねるタイプだったんで、あれと思ったんですけど、普通に美味しい飲める水です。飲んでいく。で、なんで電動じゃなくてわざわざ手動で豆引いてんのってお話なんですけれども、手動でね、豆引いた方が豆って美味しいんですよ。電動だと摩擦熱で火が入っちゃうんで、豆がふっくらなりにくいんで、僕は手動で基本豆は引くようにしてます。よし、音がこうガリガリ鳴らなくなったんで、多分これで全部引けてると思います。で、普段僕このプランネルの布フィルター使ってたんですけど、今回ステンレスの良さそうなフィルターあったんで、トレーラー用に買ったんで、こちら使っていきたいと思います。で、これを一回、今から豆引いたんで、お湯沸かしていきたいと思います。ほいほい。ほいほい。ちょっと不安定だな。こうだな。よし。で、いつもこうやって火つけてたんですけど、これだと、このケトルね、一箇所に、これアルミなんで、火当たって痛いなと思うんで、これ、たまたま、ここの、富士吉田の道の駅、モンベルあるんですよ。バーナーパッド、買っちゃいました。これ、ユニフレームのバーナーパッドですね。気になってたんですよね。おぉ。ほら。で、これをことによって、プレートが温まって、熱が一箇所に落ちるっていうことじゃなくて、全体にまんべんなく落ちるっていう形になるみたいです。お、ステンレス。いい感じに火つきますね。で、湧き水を沸かしていきたいと思います。いけるかな？お、いったいった。よし。お水。ではですね、お湯の方も沸騰してきましたので、こちらの方に移していきたいと思います。オンしておいて、じゃあ入れていきたいと思います。では飲んでいきたいと思います。そう、これチタンのシェラカップ使ってるんですけど、チタン熱伝導率悪いんで、こうあったかいものを入れてもね、口つけてもね、ちょうど熱くならないですし、あと綺麗にこれ冷めてくれるんで、結構いい感じだと思います。あ、豆引きすぎた、濃いけどうまい。うん、うまいが、お水も美味しいんですよ。だから正直、焚き火のあのまろやかなお水、焚き火で炊いたお湯ってなぜかまろやかになって、それのコーヒーの方が正直うまいです。ちょっとトレーラーだから焚き火はできないんですけど、何かしらもっと美味しいコーヒーを作れるようになれるように、今後精進していきたいと思います。ではですね、今道の駅の富士吉田でちょっと休憩し、その後赤富士の湯に来て、ここトレーラー、本来大型バスの駐車場ってそこに止められるっていうお話だったんですけれども、ちょっとそこが、まあ一般車が止めちゃってる、埋まってますっていうことで、なんかね、急遽ね、空いてるところだったら、もう迷惑にならないところ止めていいですよっていう、優しいお声いただきまして、今回ね、止めさせていただくことができました。あれ？これ結構いい感じじゃないですか、彼。
本当に牛脂と牛肉とトマ缶しか入れてないんですよ。こんな感じです。